4から3から3、4から3から3とは、サッカーのフォーメーションの一つ。ディフェンダーが4人、ミッドフィールダーが3人、フォワードが3人のフォーメーションである。フォーバックの DF のうち、両サイドの2人はオーバーラップして、攻撃参加することもあるが、4から3から3が登場した初期の段階では、ほとんど行われず、守備が第一であった。両、サイドバックが、 積極的に攻撃参加するようになるのは1970年代以降で、守備力よりも攻撃力の方が重視されるようになるのは1990年代後半以降である。1970年代からは、フォーバックのうちセンターバックの一人をスイーパー、またはリベロとして余らせるシステムも用いられた。 MF の3人の役割はチームによって様々であるが、基本的に攻撃的な選手と守備的な選手を組み合わせて使う場合がほとんどである。位置取りが三角形の場合は4から2から1から3とも表現される。攻撃的 MF は司令塔となる場合が多く、得点力を期待されるトップ下を務める場合もある。逆三角形の場合は4から1から2から3とも表現される。 攻撃にかかる人数を増やせるが、守備的 MF の負担が大きく、バイタルエリアが数的不利になりやすい。また、MF3 人がフラットに並び、実際上の4から3から3となるケースもある。3人の FW の両サイドはウィングで、ジョージ・ベストなどのスター選手が務めた花形的ポジション。サイドバックとの縦の連携で、サイドアタックを行い、ゴールチャンスを喪失する。 中央にはターゲットとなる先端フォワードが位置する。ポストプレーをこなしたり、サイドからのセンタリングを競り合うため、長身、大柄な選手が有利な場合もある。1958年ワールドカップ、スウェーデン大会において、ブラジル代表が全く新しい4から2から4で優勝し、WM フォーメーションの時代は終結した。その4から2から4とともに、 新たな時代のフォーメーションとなったのが4から3から3である。4から3から3が広く世界に広まった理由はいくつか考えられるが、最大の理由はイングランド代表が使ったことであろう。1966年ワールドカップイングランド大会でイングランド代表は4の3の3を用いて優勝を飾った。そのことで四から三から三が世界中に広まることになるが、 これは、旧植民地の関係で、イギリスの影響を強く受ける国が多かったことや、サッカーの母国として一目置かれる存在でその、戦術を模倣する国が多かったことが要因である。4から2から4よりも、世界的に普及した4から3から3は、バランスが取れたフォーメーションということもあって、1960年代から1980年代、前半に全盛期を誇った。しかし、 1980年代後半から中盤のプレッシングが重視されるようになると FW を2トップにした4から4から2や3から5から2が流行し4から3から3はウィングと共に一時衰退したオランダのクラブでは育成世代からトップチームまで4から3から3がよく使われているオランダ出身のヨハンクライフが攻撃的サッカーを植え付けた FC バルセロナでも 4から3から3が基本フォーメーションとして使われ続けた。容易に三角形を作りやすいフォーメーションのため、円滑なショートパス交換を可能とする。2000年代に入ると、中盤のプレッシングを回避する方法として、サイドアタックに人数をかけるチームが増え、4から3から3や4から5から1が主流となる。ウィングに関しては、縦の突破力が再評価されるとともに、 ゴール方向へ切り込んでからのシュート力に優れる選手が現れてくる。このタイプのウイングは利き足とは逆のサイドに配置される傾向にある。ありがとうございます。